発信ユリオン情報、皆さんこんにちは。ユリオン情市長の港隆信です。本庄地域の薬師堂一番関で事業が進んでおります一番関まちづくりプロジェクト、令和5年に TDK 株式会社の社員寮が完成をいたしまして、由利本荘市外から社員の方がたくさん入居をされております。全351室あります社員寮でありますが、今回は実際に入居されておられます若い社員の方からお話を伺いたいと思います。 TDK 株式会社からは小林博美さん、 TDK エレクトロニクスファクトリーズ株式会社からは川上かなえさんにおいでいただきました。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめにですね、お二人のご出身地を教えていただきたいんですが、小林さんどちらの方のご出身になりますか？はい、私は二ヶ市の木坂田町の出身になります。おお、そうですか。川上さんはどちらでありますか？はい、片上市の昭和町出身です。それではですね、TDK に入社をされた、理由、きっかけみたいなものとかですね、その少し教えていただけますか？はい、私は二ヶ市出身であるため、 TDK 自身が二ヶ市が創業の地であるということ と TDK が由利本荘市や二ヶ市を含めとても地元というものを大事にしている点が私のすごい共通点を感じましたので、 TDK に入社することにいたしました。なるほど。はい、川上さんはいかがですか？はい、私は就職先を決めるにあたってTDK でスマートフォンや自動車などの部品を作って、私たちの生活に欠かせないものを生産していると知り、自分もその仕事に携わりたいなと思って入社しました。お二人は普段ですね、どのようなお仕事をされているのか、簡単にご紹介していただけますか？はい、弊社はコンデンサーやインダクタなどの受動部品、 ICT 用のリチウムイオン電池や各種センサーなどを生産開発している会社になります。皆さんが使われている自動車やスマートフォンなどにも自社製品がたくさん使われていると思います。特に私自身は、温度センサー、自動車などに使われる温度センサーの企画グループに所属しておりまして、売上や利益の管理、将来のビジネスに向けての戦略立案などに携わる部署で働いています。高見さんはいかがですか？はい、私は積層セラミックチップコンデンサの電気特性全数検査をした後の合意判定チェックをする仕事をしています。ああ、そうですか。なんか皆さんお二人ともあれですね、重要なセクションのお仕事をされてるなという印象が今ありました。社員寮に入居されてから1年ぐらい今経った頃かなと思いますが、寮の住み心地はいかがですか？はい、社員寮の中はとても広く過ごしやすい上に、みんながここの共有スペースに集まれることでコミュニケーションを取ることができます。そして朝晩は安い価格でご飯を提供していただけるので、何の不安もなく生活できています。買い物に行く際にはスーパーや日用品を揃えられるお店が近くにあるので、一人暮らしをするにあたって緊張なくすることができました。道路も基本的に広かったので、初めて運転するときにも安心してできました。あ、そうですか。由利本荘市で生活してみた感想なんかを、聞かせていただけますか？はい、山菜や魚介類が豊富で、秋田由利牛や東由利のフランス鴨など食が美味しい町だと感じています。そして温泉が好きなので、身近に温泉が何軒もあり、疲れをためないような生活ができています。私のおすすめとしては、市長と同じ名前を持ついわきの港の湯となります。私も大好きです。はい
由利本荘市では各地で四季折々のイベントですとかお祭りが開催されておりますが、お二人はそういったところにですね参加なんかされたことあるのでしょうか。はい、私が好きな由利本荘市のお祭りは勝負カーニバルです。帰宅する頃には新本荘いわきを口ずさんでいたのをちょっと記憶に残っております。伝統文化が色濃く残るのも由利本荘市の魅力の一つなのではないかと感じています。そうですか、はい、川上さんはいかがですか。はい、私は残念ながら由利本荘市のイベントに参加したことはありませんが、私が勤務する本荘工場西サイトでは一昨年から小吉川の市民ボート大会に参加していると聞きました。私も機会があったら参加したいなと思います。ご存知かもしれませんが、由利本荘市はボートの町とも言われておりまして、毎年ですね9月には、市民の皆さんが参加をする市民ボート大会、小吉川レガッタっていうのが、開催をされております。他にもですね由利本荘市ならではのいろいろなアクティビティなども楽しんでいただける市でありますので、これまで以上にですね仲間や市民との交流をぜひ深めていただければなというふうに思います。本日は大変お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。由利本荘市は重点施策の基本目標の一番目に産業集積の強靭化と雇用創出を掲げております。世界の電子デバイス産業のトップ企業として活躍をしております TDK は本市において非常に多くの雇用機会を創出をしていただいており大変感謝をしております。本市における新たな魅力の創出や産業振興地域活性化に向けて引き続き官民連携によります一番関まちづくりプロジェクトを推進してまいります。それでは次回も楽しみに。